松さん、はい、ファーストストライクから今日浅野いってますよね。そうですよね、もう当然広島バッテリーは早打ちっていうのでデータ入ってると思いますけどね。そうですか、はい、もう早打ちでいいと思いますよ。いいですか、高めの球は積極的じゃないですか、はい、さあそうなりますと初球から注目です。初球から打っていった、右中間の真ん中に落ちました。さあ坂本は三塁を回った、回ったホームイン、浅野が打ちました。浅野が打った、ジャイアンツが1点を取りました。お見事ですね。いや初球から村瀬さん、はい、でもインコースだから強引に行ったら普通はレフトに出る球ですよね、はい、あえてこうおつけ気味に行きましたよね、低めのね、はいはい、という山本さんのうまさというか、はい、考えというか、そうですね、低めなんですよね、いや浅野が今日も打ちました、先制タイムリーヒット。1点を先に取ったのはジャイアンツです。勝負強いですよね、阿部監督もカープがスコアリングポジションセカンドまで今日初めて進めて小園です。今度はレフト側、三塁側、お、いや、チャージしないんですね。赤く染まったカープの応援団からは大きな小園コール。ご覧のように外野はほぼ定位置と見ていいですか、ね、はい、ここはチャージするのかなと思いましたけどもね、はい、同点 OK で攻めますね、はい、初球インコースストレートから入りました。おとといは粘って小園満塁押し出したというのもありました。そして今シーズン何よりチャンスで強い小園、戸郷対小園、高校を卒業して6年目、同い年のライバルの戸郷の3試合連続完封なるか。小園がこのチャンス同点打を放つか。大城のサインにうなずきます。2ストライクラッシング、落とした、ピッチャー返し、センター抜けた。さあ羽月は、羽月は三塁を回った、三塁を回った、同点。小園の同点タイムリー、カープが完封目前の戸郷を捉えました。1対1。このボールです。そうですね、はい、小園君がやっぱり状況を考えて振ってこなかったですよね。もうパンチショット気味に来ましたよね、はいはい、そして山本さん、同点になったところですぐ戸郷交代ということになりました。なりましたね、まあ、これは、まあ、ベンチの考えですからね、はい、マウンドには大勢が上がりました。ですから村田さん、ジャイアンツとしてはもう